皆様こんにちは国立感染症研研究究所薬剤体制研究センターの施設でも新型コロナウイルス感染症の影響をより受けていると思います。今日は新型コロナウイルス感染症 COVID-19 に関わる高齢者施設向け研修ということで皆様の施設でもし、まあ、COVID-19 の患者が出てしまったときそして まあそれをどういうふうにしていくかという点に関してお話をしていきます。まずは病気としての COVID-19 に関しておさらいをしておきます。そして感染管理をじゃあ実際にどういうふうに工夫していくか。そして施設内の感染対策は、まあ、複合的な感じでやっていきますのでそのコツというか、まあ、どういうふうに効率的に対応していけばいいかということも。 3番目で,、えー、できますまずは COVID-19 という病気に関してですがあか、ま、感染すると、まあ、約1週間ぐらいで発症してきます発熱やあ呼吸器症状が一般的であ味覚障害や嗅覚障,障害それからあ時に消化器症状下痢なども起こしてくるというふうに報告されています発熱が一番多い症状というふうに言われていますがあ認めるのは ででは約半数程度ですあの多くの人が発熱しないで、えーまあ、感染しているということがありますのであの発熱以外にも呼吸器症状の確認が大事になってきます。そして接触すると潜伏期は、まあ、2週間、まあ、前後ですので2週間はあ、まあ、接触したかもしれないあ時があったらばそういう人は2週間は健康観察が必要になります。そして、まあ コロナはインフルエンザだと同じだというような人もいますけれども、あの致命率はインフルエンザより高くて、あの 2, 2から3%というふうに言われています。ですから、あまあまあ、比較的やはり、まあ、普通の病気ではないというふうに考えて、予防していく必要がありますし、あのこの2から3%というのは、元気な人も含めてということですから、あの基礎疾患がある方、そして高齢者では、あよりあの予防に努めていく必要があります。 でまあ、今回の病気は無症状の方も多いんですがあ、まあ、検査で診断していくということがとても大事になってきます。まあ、PCR 検査、これが今でもまだ中心ですけれども、鼻咽頭、あと口腔咽頭、唾液、そして最近はまあ鼻腔であったりあのといったさまざまな検体から検査ができるんですが感度は7割程度というふうに言われています。つまりあの感染をしていていも と時に陰性の結果になりますので、暴露があってです、ね、疑わしいときには、あるいは症状が、まあ、さらに症状があるときには、陰性でも感染が否定できないものと思って、あの濃厚接触者、まあ、後ほど説明しますが、暴露があった場合には、14日間しっかりと検査結果によらず、健康観察をしていくことが大事になります。また抗原検査 これは定性であったり定量であったりいたしますが、定性検査は30分で結果が出ますでこの検査は非常にまあ短時間で結果が出るというあのメリットがあるんですけども、感度がさらにもう少し落ちます。で、あの広く使っていくべきかっていう議論がありますが、現段階ではですね、この過撮影をしている11月段階では、やはり適量を限って使っていくあのべきだと思うんです。 で適量というのはあの、皆様のような高齢者施設であのいち早く患者さんの隔離をしていきたいときであったり、あるいはあの、まあ、医療機関が遠い場所、まあ、いわゆる僻地というところではあ、検査結果、PCR 結果を得るまでに数日かかってしまうところもあります。そういったときにあの抗原の定性検査というのは医療を発揮しますし、あとはあの大きく流行しているとき。 まあこの撮影をしている11月の中旬、東京もあの、まあ、北海道もです、ね、いろんなところで流行していますけれども、そういった検査前確率が高いときにはあ、まあ、有効な検査になってきます。症状がある人の方がやはり発症してくる、あるいは感染しているときが多いですから、有症状の人というのは、一、ま、つ、あのいい適応になってきます。無症状の人にくく検査ををしてくるってということが、まあ、陽性を生じて 反対に混乱をしてしまいますので、あればまあ資源を使ってしまいますので、必ずしもひどくですね、あの使っていけばいいという検査ではないということをあのまあ理解していてください。あと抗体検査に関しては様々なあのキットが今出回ってはいますけれども、妥当性、まあ感度であったり特異度というものがまだ十分に評価されている段階ではありません。 で感染経路に関しては飛沫感染がまあ大多数を占めていますで。そこにあの、まあ、説明できないような感染というのがやはりあってそれはあ接触感染であったりあるいはあ特殊な状況下換気が悪くて密閉された空間で密集した状況こういった時には空気感染あこれは日本では、まあ、マイクロ飛沫というふうにしばしば説明していきますがこういった特殊な状況下での空気感染もありうるというふうに考えられています。 どのくらいの人が他の人に移してくるか、これはまだデータが十分ではありませんが、いくつかの報告では発症の数日前、少なくとも2日前から感染性があるだろうと、そういうふうに言われています。ただ、発症してしばらく経つとですね、あの1週間もすると感染性はほとんどなくなってきます。こちらの図はあの右側に、ですね右の上には SARS のにあに、あの まあ感染電波が院内で起こりましたけれども、SARS は重症化してからよくウイルスが出てきます。このよ青いところとピンク色の線の中間が発症のタイミングですけれども、で感染性が青い山で示されていますで。右の下はインフルエンザですけれども、インフルエンザは発症した本当に1日前とかから感染性があるというふうに言われています。まあ、それに対して今回のコロナウイルス感染症は、その青い山があ、まあ、青いバーと赤いパートの本当に中 まあ、をまたぐようにありまして発症のタイミングがよりか前にです、ね、あの感染性を出してくるのが特徴になっていましてこれがあ、まあ、施設での対応とか公衆衛生対応に非常に大きな挑戦になっていますさて続きまして、えー、感染管理の具体的な話に移ってきます COVID-19 の感染管理、まあ、感染予防に関してはまずは感染 まあ標準予防策であったりあるいは飛沫予防策であったりというものがありますし今回あのゾーニングというものがあの皆さんのおそらく対策の中でも大事なあの活動になってきますそれとまあ治療が今まだない状況ですし予防もワクチンがないという状況ですから早く診断して早く隔離するということで予防していくことが一番の対策になってきますですから積極的極調査というのがもう一つの あの武器になりますそして日本では3密あのこれを避けるということをあの政府も言ってますしあの大事なあの予防策の一つになっていますそして換気あとはまあワクチンでしょうかねでこのうちまあ標準予防策というのはあの標準というふうに言っててもですねなかなか難しいあの概念になってます汗を除くすべての体液あのこれが感染性のあるものを含んでいると。 いうふうに考えて、そこになるべく接しないでいこうと、いうのが標準予防策です。で、感染症の有無にかかわらず、あの、これは、あ、皆様が、施設でですね。あの、おむつ交換とか、まあ、患者さんと話をするという行為も含めてですね。何かしらの行為を行うときには、あ、すべて適用されるものになってきます。その大きな柱が、手払いになってきます。 で一,処置一,手一手洗い、これはよく、まあ、耳にすることがあるかもしれませんけれども、とても難しいですね。ある人のおむつ交換をして、隣の人に行く前にしっかり手洗いをしましょうと。ある人のがん栄養を触った後にはですね、PP、ほ他のところに流すことがあっていても、必ず手洗いをしてから他の人のところに行って、ケアをしましょうと。こういうことを言ってます。なかなかこう施設によっては手洗い場がありませんから、アルコールで。 あの目に見える汚れでなければいいでしょうというふうに考えて考えられています。一方、やってはいけないということをここにあのまあ挙げています。汚染した手袋、これでまあつけたままにででねあの,他の人のケアをしていくというのは、これはブーブーですで。ケアの際に着用した手袋をすぐに外さずにです、ね、あの施設内の他のいろんな場所を触るということ、ベッドウェルであったり、あのテレビのリモコンであったり。 あのナースコールを少し位置をずらしたりということも含めて、すべてそういったことは手洗いをした後にですねやっていくことが必要です。でこのそう3点目はそう次のケアを行うとき、これは同じ人であってもですねしっかりとお、まあ、手袋を交換して手洗いをしてやっていくということが大事になってきますで。手袋を着用したかといって手洗いが省略できるというわけではありませんから、ここは勘違いをしないでやっていっていただきたいと思います。で感染 に関して、あの暴露があったかどうかがとても大事になってきますが、あ、適切な感染防護がなされていたか、これによって皆さんが濃厚接触者になってしまうかが決まってきます。コビットナイン患者の一般的な対応として、まあ,あ4つの4点セットでやっていこうという風うにあの今言ってます。サージカルマスク目の防護具長袖ガウン、そして手袋です。キャップはあのまあ。 まあ、使ってもいいし、あの使わなくてもいいというふうにしています。あのこあのまあ、エアロゾウを発生する処置というのが、気管相関だったり、あるいは、まあ、心肺蘇生、それからあの、まあ、人工換気ですね、あの換気や気管支局などがありますけれども、皆様の,あの、まあ、施設でやっていくとしたらば、おそらくは気管切開している人のたの吸引等が該当します。でこういったことをしていくときには N95 マ,マスクとあの目の防護具、これをしっかりとしなければあ濃厚接触に当たりますので特にあの、まあ、目の防護具忘れてしまいがちですからあのこれをしっかりと日頃からあ意識して使っていくということが大事になってきます。で、布マスクの効果、よく聞かれるんですけどもあの医療機関とかあとはあの高齢者施設においてはあの基本的にはサージカルマスクがあいいんだと思います。 ノマスクは飛沫を飛ばすことをですねある程度予防しますだけども感染をもらうっていうことに関してはあのなかなか十分な効果がありませんから皆様があやっていくものとしてはサラジカルマスクを、まあ、徹底していただいた方がいいんだと思いますただこれは布、まあ、マスク全体を否定するもありませんし市中であるいはまあ一般生活の中で使って帰るのはあのいいんだと思いますとこちらの図があの PPE の あ個人防護具を PP と言いますが、個人防護具の装着の一例になっています。あの長袖ガウンとサージカルマスク、そして目の防護具と手袋と、ここでは N95 マスクの上にサージカルマスクをしていますが、これはあのしなくても、まあ、サージカルマスクだけでも十分です。で手袋も二重にしなくても、あの必ずしも二重だけなくても大丈夫です。またキャップに関してもあの必ずしも必要ではありませんが、あ女性で 髪の毛がバサバサとこうあの振り回されてしまう状況であればキャップをしていた方が安全ですそしてあのまあ PP をしっかりとつけてですね手洗いをしてしっかりとやっていけばと脱ぐときに一番感染しますがしっかりと脱いでいくということを徹底していけばですね皆さんが感染する危険っていうのはとても少なくなりますですがあ一人一人ですねやっていくときに 何十人も見ていく時にですね焼夜勤体とか含めてその時になかなか一人一人十分な感染管理あの PP をつけて外してっていうことができない時があります。でゾーニングをしてあるいは一とろに患者さんを固めてしまう方ングをしてですねで PP をぐ脱ぐっていうタイミングを少し減らしていく,くっていうことであのより安全に皆様があ患者さんを見ていくことがあできます。 でドーリングというのは、清潔区域と汚染区域を明確に区別することです。そして、あのもし COVID-19 に関しては、あの陽性患者さんの区域、汚染区域というふうにもしするんであったならば、あのその汚染区域に関しては、あの必ずしもまあ清掃を毎日毎日、一人一人の部屋にする必要はありません。というのは、もう陽性者の中では、ですね陽性者同士が感染をし,し合うということはありませんから、あの人が足りない中で、 職員が濃厚接触者になってお休みにしなきゃいけない中でなってくなったらば清掃は少し省いてもいいかもしれないです。ナースステーションは原則として清潔空気の方がああいろいろとこう運用がしやすいです。で汚染空気に入る前にはあの P P E をつけてで汚染空気からあ出る際出る前にですね出た後じゃなくて出る前に P P E を脱ぐということを徹底していく必要があります。でこの着る場所と脱ぐ場所っていうのは基本的には別々にしていくべきです。 でえー、と脱ぐ場所にはこの箱をしっかりと設置してできる場所には PP をしっかりと置くということを徹底していきます。ここがぐちゃぐちゃっとこうしているのは感染の危険,あの危険が生じてしまいますで。PP を脱ぐ場所では手指衛生もしっかりと行えるようにですねあの、まあ、場所をお置く場所をしっかりと設置していくとそしてあの両空気が換気を十分に行ってで加えて空気がです、ね、汚染 清潔空気から汚染空気に流れていくような工夫をしていくとより安全だと思います。で清潔空気先ほど汚染空気はあまり掃除したくてもいいかもしれませんというふうに言いましたが、清潔空気はしっかりと掃除をして、頻回に、まあ、掃除をしてきれいに保っていくことが大事になってきます。COVID-19 のウイルスは環境中、まあ表、環境表面で特にツルツルとした机の上とかベッドレールなどでは3日間程度感染性を保っている 可能性がありますから、頻員の掃除というのは、一つ皆さんの身を守ることになってきます。そして、環境感染学会からどのような行為をしたときに、どのような PP をお互いにしていたときにです、ね、感染のリスクがあるかということを表で示してくれています。自分の PP とです、ね、相手の PP、そして医療行為に応じて、感染のリスクを3段階に分けています。 PP をあの、まあ、お互いにマスクをしていて、話をした程度だったらば低リスクということで、濃厚接触者にはなりませんけれども、例えば自分があ目の防護をしていなくて、何かしらの処置を長時間したというときにはあの、中リスク以上になってしまいましてで、濃厚接触者に該当します。その場合には14日間あの仕事ができなくなりますので、ご注意ください。 それとあの15分以上の接触をもって接触というふうにここで考えているんですけどもあの長時間、ですね2時間とか3時間とか接している場合にはあしばしば人間、時に顔を触ったりしますのであのしっかりとしていましたという時にも感染が起こっている時があります。ですから、長時間あの接しているときにはあのしばしばあの、まあ、保健所の判断で濃厚接触者という,ふうになってくる時もあります。 そしてあの施設や、まあ、医療機関で多数の確定症で、まあ、患者が発生したときにはあの濃厚接触者として、まあ、より少しこうアレンジを加えた判断をしていくときがあります。で濃厚接触者あの、一人一人の行動を確認して、まあ、あ選定した後にですに、ね、そ,それとは別にホットスポットというふうに考えられる本当に有効している病棟であったりです、ね、あのそういった会。 であったならば、そこにある一定期間足を踏み入れた人はすべて濃厚接触者として判断していく時があります。というのは、もう一つの病棟で5人10人出てきた時にはあ誰が第に接触したかが明確にはもう追えない時が多いですし、追っていく時間がもったいないですから、その場合にはその病棟に参入した人すべてをですね濃厚接触者として経過観察をしていく必要があります。 でこういったときにあのよくまあ認知症がいる方が多い施設であったり、多分皆様の施設もまあ多くがたまるんだと思いますが、あるいは精神病院等ではこういった判断,断をしていくことがしばしばあります。でこちらが濃厚接触者の定義の具体例、一例になります。ある病棟で8月6日以降入院した患者、ある病棟で8月6日以降入院患者に関わった職員。 これがそういったその A 病棟というのはホットスポットというふうに考えて定義した濃厚接触者になりますね。あとは確定症例となった、まあ、患者となってしまった職員が担当したあ職員だったりあ反対に、えー、っと確定症例の職員が担当した患者これらが該当するとこういうふうにしばしば定義をして一人一人あの確認をしていきます。で濃厚生殖者は 他の人と接触を避けていただくということが大事になります。ですから、2週間は自宅での療養が原則になります。で、ここの中にしばしば保健所でてあの判定される定理があります。確定症例と同居あるいは長時間接触していたもの。これは車内とか航空機内が入ってきますね。あとはあの適切な感染防護なしにあの確定例を審査するもしくはあ介護・看護をしていたもの。 この適切な反防護というのは環境感染学会の表に従っています。確定症例の軌道分泌物、もしくは体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高いもの、これは炭であったりです、ね、便であったりが入ってきます。あとは手,が手で触れることができる距離、1メー,ターぐらいですねであのそう、15分以上接触があったものになります。で疑い症例 はああえっと、濃厚接触者と、ですねあとはあ有症状の方、しばしばそういった施設の中で確定症例が1人、2人出てきまったときにあの濃厚接触者がたくさん出ます。またあのしばしば熱が出てたり、ですね呼吸器障害がある人を疑い症例というふうにしていきますで。この人たちはあ患者、確定症例と同じようにですねゾーニングをして、皆様があの安全に勤務していく必要があります。 なぜならばあの、彼らの中には感染してしまっている人もいますし、また反対に感染していない人もいます。まあ、感染していない人もいますけれども、感染している人がいるというふうに考えて、その区別がすぐにできませんので、あのよりまあ安全にです、ね、皆様は、PP をあの、確定患者さんとに対するのと同じように使って身を守っていく必要があります。でえー、と病室はです、ねえー、疑い症例とかあ濃厚接触者とは別にして、えー、ゾーニングしていく必要があります。 疑い症例同士濃厚接触者同士、あるいは疑い症例と濃厚接触者というのはできる限り接触しないように配慮していく必要があります。もし数日間ですね。あのまあ、病院に入れない確定症例患者が実施施設、皆さんの施設にいなきゃいけない時があるかもしれませんが、あのそういう時には同時に濃厚接触者とかですね。疑い症例がたくさん発生していると思います。 で個室も限られていると思うんですね。その場合には、あの個室の割り当ては確定症例ではなくって、疑い症例であったり、濃厚接触者に優先的に割ああり当てていく必要があります。彼らは何人かは感染していて、何人かが感染していませんから、そこを明確にです、ね、より感染を広げないという点で、確定症例よりか優先して、個室をあてがっていくべきです。でもちろんあの、可能な限りです、ね、職員に関しても確定症を見ていく職員。 あと、お互い症例を見ていく職員とか濃厚接触を見ていく職員、これらを分けていく必要がああ、分けていくことが大事になりますし、もちろん若返し、症例とか濃厚接触者と会ってないようなあの患者さん、入居者さんとを見ていく職員ともできる限り、あの職員に分けていく必要があります。これは勤怠がかなり難しいことになりますけれども、あの皆さんの感染を防ぐという意味で、えっ、ー、と職員に関しても分けていくことが大事になってきます。 そして、えっと、疑い症例とか濃厚接触者、しばしば同じ部屋にいなきゃいけないんですけれども、その場合でもです、ねえー、可能な限り PP を変えて、出身生を一人一人を見ていくときにあの、徹底してやっていくということが大事になってきます。あと、まあ、往診とかケアの順番、おむつ交換を実践していくとき等もあると思いますけれども、こういったケアの順番は、濃厚接触者や疑い症あの何もない方、そして次が濃厚接触者や疑い症例。 そして最後に確定症例というように順番を変えていく必要があることが大事になってきます。最後にです、ね、3番目の点として、施設内感染対策の工夫を考え見ていきます。まずはです、ね、施設内に持ち込まないということが大事になってきます。何が感染していいか分からないうちに感染性がある病気ですから、 まあ疑われていない人からの感染防止が大事になってきます。まあ、もしくは、外来がある病院もある施設もあるかもしれませんけれども、そこでは人と人との距離をしっかり保って、そして標準予防策を遵守してください。呼吸器症状がある方が施設に入ってきたときには、サーチマスクをしっかりとつけていただいて、え他の患者さんとも接触しないでいただくというのが大事になってきます。疑われている人に関しては、 標準予防策に加えて、接触、飛沫、予防策、そして目の防護具をつけてください。で、えっと、繰り返しになりますが、あのこういった人が入所する場合には、あ個室が望ましいです。検体採取時には、あーサージカーマスクと目の防護具、そして手袋と長袖ガンをしっかりとして取っていくことになります。唾液検体に関しては、手袋とサージカーマスクだけで扱っていくことができます。 市中やあ、まあ、医療従事者間での感染というのがあ実は結構多くてですね、あの職員が、まあ、どこかの飲み会で回ってきたあ病気がああ職員とか、あとは入居者さんに広,がっ広げてしまったという事例が本当にたくさんありますので、あの市中、まあ、つまり生活の中で医療従事者だけというわけではないんですけども、まあ、3密を避けて、そして飲み会等もです、ね、できる限り少人数で まあ、ひそひそと話していくようなあそんな工夫をしながらなんとかこの南極行動に来いていただきたいと思いますそして今でもですね、まあ、熱があったり呼吸器症状がある時に出勤して働かれている方がいっぱいいらっしゃってそこからしばしばアウトブークが起こっているんですねももちろん生活もありますし 働かなければいけない現状というのもよくわかるんですが、有症状の方が職場に行かないで、他の人が代わりに働くという仕組み、文化というものを持っていただきたいですし、あのご自身に関しても、そういうふうに工夫をしていっていただきたいと思います。あのこちらは少しまあ前の話になりますが、今年の2月あ3月、4月あたりに、北海道ではたくさんの高齢者施設のアウトブレイク、クラスターが起こっていました。 でえー、と入,居者入居型とか通所型とか訪問型とかっていういろんなあの、まあ、形態があると思うんですけども一番右端見ていただくと探知の時にあのそれぞれの施設であの健康観察があ行われていたかということを示しているんですがあの入居型も通所型もですねあの利用者の方はだいぶ健康観察をしてくれていたんですけどもご自身あの職員の方は健康観察があまりできていなかったというあのことが 分かってましたで今でもですね今あ、まあ、11月北海道も盛り上がっていますし東京も盛り上がっていますが今でもあの、まあ、職員の健康観察がしっかりと記録になってできてなくってで、まあ、流行している施設であの問題を起こしているあの多分職員が持ち込んでいるのかもしれませんそういった事例があって記録,が、まあ、記録も健康観察もされていなかったということを しばしばまだ経験していますので、ぜひです、ね、皆さんの健康観察をしっかりとしていただくようにお願いいたします。でもしあの患者が出てしまったらです、ね、アウトブレイク調査になります。で調査というのはあの調べるだけでなくてあの、そのアウトブレイク、クラスターのコントロールとか、そして症来予防に関してもあの視野に入れて活動していくことを我々は調査というふうに言っています。この調査が必要になってきます。でここにはあの8のステップがあります。 アウトプレイク調査というのは、一個一個やっていくと、まあ、時間があればです、ね、それほど難しいものじゃないんですけれども、アウトプレイク、クラスターが起こったときには、なかなかこうゆっくりと考えて一個一個の活動ができませんからあの、こういったふうに少し整理をしておくと、一個一個何も考えずに、使えている中でもです、ね、あの何も考えずにある程度作業が進められますし、かあの効率的に、かつもれがなくあの作業ができるんだと思います。集団発生を確認し、まあ、これはもうそのま,ま いつもコミ v i d 1を確認できてますね。症例を定義して、それを数えていきます。どのくらいの症例がいるかというのが、皆さんの施設でもとても大事になってきますし、あの対外的なコミュニケーションのときにも大事になります。あとは、実際にホットスポットとなっている病棟があった場合、そこに一ち早く行き、問題がないかを確認してください。そして、症例が見つかってきた数の症例に関して、その特徴をまとめていく必要があります。そして、対ク、まあ、につなげていくと。 いうことが大事になってきますこちらがその集めた情報をしばしば利用して作られる流行曲線というものですで流行曲線は横軸に発症日を取ったりあるいは検体採取日を取ったりしていきますがあの、まあ、そのクラスターの状況をよく表していますこれはあ,、まあ、ある施設での,あの、まあ、アウトブレイクですけどもこれと同じアウトブレイクですけどもあのこの7月の下旬にですね大きな山ができてます この辺りであの流行が本当に盛り上がって、この数日前、まあ、4、5日前に大きな暴露があってあの、そこで広がったのかなということが少しイメージできます。でもし時間がないときにもこの流行曲線を一、ね、つ作ってみて、あのまあ、院内、施設内、あるいは対外的に対策をする、議論をする、叩き台にしていただければというふうに思います。でアウトプレックトのコミュニケーションはとても大事ですね。あの 先ほどの線もうまくく使ってやっててやいく必要があります定期的に、まあ、こういったアウトプッイのときにです、ね、定期的に異常をさしていくということが、ゆくゆくはです、ね、後からのダメージを本当に減らしていきますし、何よりあの、まあ、実際の対策にもこう対策を進めていくことにもなりますし、外部にです、ね、支援を、まあ、応援お願いしたいというときにも大事なあ活動になってきます。で分かっていることとお分からないことが必ず出てきますけれども、 まあそれをしっかりとここまでは分かっているけれども、ここは分かっていないということもしっかりと示していけばいいんだと思います。すべてが分かってからあコミュニケーションというのは、まずアウトベイクの時には無理ですので、ここはもう,もう明確に区別をして、ですねここまでしか分からないけどもと言って、情報を出していく必要がありますで。関係者、しばしばやっぱりメディアに先に出てしまって、内部の方があ把握していないということがあります。どんなに忙しくても、中の職員にまず一方を入れてから、対外的にですねあの公表していくのが大事になってきます。 しばしば使っていく、まあ、内容テンプレートの中の内容としては現状を、まあ、話をした後にこういう対策をしていますということを伝えてであの入居者さんであったりあるいはあの周りの地域の住民だったりにです、ね、あのメッセージを入れるというのがしばしば使うテンプレートになっています。であるべくクラスター対応というのはあの他の方々と連携が本当に大事になってきます。 あの保健所はもちろん地域の病院だったりです、ね、あるいはあの専門家であったりあのたくさんの人とコミュニケーションして連携してやっていくことが大事になりますがあのいざクラスターが起きたときにはこういった関係を一時から築くことは本当に難しい、本当に無理なんですよねですからあ普段からです、ね、いい連携をもう今からです、ね、あの保健所ともやり取りをしながらあいい関係を築いていくふうにあのしておくといざというときに本当に役に立つと思います。 でえっと、大きなクラスター、まあ、こういうふうになってほしくないですけども、大規模なクラスター、10人とか20人という症例があ皆様の施設発生してしまったときには、これはもう災害に準した対応が必要になってきます。アウトプレイク調査ももちろんしていきますし、あのまあ、規模によっては現地にです、ね、保健所の方を中心とした対策本部を作っていく必要があります。この中には、疫学、検査、患者管理、これ搬送も含めて患者管理 あとは感染管理、入院の調整、あと、まあ、スタッフが大きく減ってしまうときが多いですから、そういった人員の調整、あとコミュニケーションとか、あのロジスティックスは物流ですね、PPE が足りているか足りていないかということとかあの、こういったことを、まあ、いっぺんにその施設の中でやっていくという、そんな対策本部を作っていくときがあります。そして、 そしてあの多数の確定症例、疑い症例、そして濃厚接触者があ発生しますから、ゾーニングをいち早くして感染管理をしっかりとしていくということで、皆様が自分の身を守っていくということが大事になってきます。こちらは現地対策本部の一例ですけれども、責任者がまずいて、そしてその下にたくさんの機能を持ったチーム、ちっちゃいチームができます。でこのチームの中であの皆様があどこかの 役割を担ったりあるいは全部を担ったりということになってきます。こちらはあの北海道の赤と配ろで起こったアウトブレイクの,時のミッションになりますあの。3つの大きなミッションを設けていたんですね。この時にはあの入居者に必要な介護、最低限必要な介護はしっかり提供しましょう。ねとそして医療機関の治療に準じた治療の選択肢を提供していきましょう。ねとここはあの老人 設したから一応医療がある程度提供できたので点滴と酸素は少しまあ準,備できて準備してやっている状況にしていこうということにしていましたし実際に提供もしていました。あとは一番これ大事ですね、皆様が感染しないように感染管理をしていくということ特に応援に入った職員、応援にしばしば入ってきてくれる場合がありますがそういった応援に入った職員は感染しないということが大原則になりますから。 あるいは皆様がどこかの施設に行くときにも感染がをしっかりとしてあのお,お手伝いしに行ったにもかかわらず感染してしまったということはないようにしていく必要があります。で、えっと、これらが目指してあればですね、あのまあ、確定症例というのはこう施設で,です、ね、ある程度こう見ていくんじゃないかと、病院に入院というのが今、高齢者は減少になっていますが、これから東京もです、ねまあ、国内どこもかしこもですね、もしかしたらば入院できないという状況になってしまう可能性がありますが、 こういったいくつかの,この条件があればもしかしたらあの施設で見ていくということも許されるかもしれないとそういうふうにして当時は対応していましたで入院調整はですねとてもまあこう地域のベッ,ドベッド数が限られている中であの大きな課題になってきますであの障害者とか認知症あと徘徊する方っていうのは本当に入院できるところが限られてしまっているんですね 1>, であの1回入った人がまたさらにあの長引くことが多いですからあの急性期病床を占めてしまってあの本当に必要な方が入院できないということがあの実際に起こってきています。で、えー、と地域でこういった患者さんを見ていく病院急性期病床とあとは後方病院後方病床というのをしっかり確保していくことが大事ですしあのそこを確認していくことが大事になります。 あと、これはあの皆様へのお願いですけれども、各入居者の最後の迎え方というものを、平時が確認しておくことがとても大事になります。あの施設によっては確認していただいているところもあると思いますが、あのどういうふうに、まあまあ、もし急変時にですね、心配させをしていくのかどうか、あとは相関して人工呼吸器をつけていくのかどうか、こういったことをあらかじめですね、あの皆さん、まあ、あの施設の人が聞いて確認しておくということで、あの本当に大きなアウトレイグが起こってしまったときにですね、あの 入居者さんの家族ともえることは本当にありますので、ぜひ、あの今日からでも確認をしていただければと思います。あと、勤務する、まあ、医療人員の方の調整課題も、その課題も大きいです。濃厚接触者は基本的には2週間お休みになります。ただ、あーそういってはいられない状況も実際生じています。で働くときにはです、ね、いくつかの条件で働いてもらうかとを可能というふうに考えていますけれども、 基本的にはその経営部隊だったりあるいは地域の協会、看護・介護の協会、あとはあの、まあ、病院でもいいですけども、そういうところからあいざというときに支援が入ってくれるような体制というものを普段から準備しておくことが大事になります。あとは感染者がなかなかこう帰ってこないという時もありました。まあ、差別があったり、まあ、実際働けていないという人もいたんですけども、こういった、まあ、感染者あ引っ張った人も帰ってきて、 あのしっかりと働いていただかなければ回らないことも多いですから、あのしっかりとこう経営者の方はメンタル、サポートも含めてやっていただいて、あの復帰してきたときにです、ね、あの困ったりしないようなあ、そういった体制で臨んでいただければというふうに思います。でえっと、濃厚接触者を勤務させなきゃいけない状況のときにです、ねあの、いくつかの条件というものは、 あのまあ一番大事なのは健康観察がしっかりとその人もたちもできていけて発症した時にはいち早くあの医療につなげられて検査もできるということは担保できていれば働いてもらうことも一つになります。あとはあまあ感染管理がしっかりできているっていうことはもう大前提になりますね。あのその人がもし感染していてえー、まあ同僚とかですねあの入居者に感染させてしまうというのは一番良くないです。 そして、休憩室とかどっかで濃厚接触者の勤務者と非濃厚接触者の勤務者が待ちわらないということが一つ大事になります。多くの場合、休憩室では感染になりますので、そこがないようにしていくっていうのが大事になります。あと、本人が同意していると、こういった4点が満たされていれば、濃厚接触者でもまあやむを得ずにですねあの保健所と話し合った上えで勤務をしていくということは選択肢になるんだと思います。 最後にまとめです。COVID-19 はあ飛沫あ接触と飛沫感染が中心です、えー。適切な換気や手洗い、そしてサージカルマスクで十分予防できます。早期診断や早期隔離で感染拡大が防止できます。で平ですね。から症例持ち込まない工夫とか、周りのお関係者とのおネットワークを維持して作って、でもし院内で確定患者が発生してしまったらば、 調査をして、えー、まあ、広がりを確認してそれを予防し、もし、まあ、予防後も間に合わなくって、えー、大多数の患者が発生してしまったならば、災害時対応を、まあ、行なっていくということになります。以上ご清聴ありがとうございました。